あの建物だろ。お、トンボだ。ウサギの鼻のところにトンボ止まってるよ。やっぱそこから向こうが。すげえ長老のちっちゃいビデオがいいな。これの俺はこれからそんな心配しなくていいんだね。せいぜい電源持ってくるぐらいでいいんだね。そうだね。メモリカードで撮れんの？うん。1時間ぐらいか。でも今メモリカードでかいのも安くなったからな。何度も使いづらしが来るか考えたら。カメラではないんでしょ？うん、デジタルカメラ。23,000円か5,000円ぐらい。いいな、それじゃあ俺今の。とりあえず行きちょっと。一応充電はしてきたんだけど、ちょっとほったらかしにしてたんで。俺も買い直すかな、また。これはいい線路だよ。このさ、ガードレールとあれがもちろんなければよくね。ことだったらこの遮断機もいらないんだけど、俺は。でもほら、遮断機は遮断機の前に立てば大丈夫じゃん。ん？いや、違うんだよ。遮断機が、あのマークの小さいやつでさ、踏切注意で、プレートが貼ってあるためのやつ。あー、超しっかり。黒、黒。超慣れ慣れして言っちゃったけど、伊藤忠太ってさ、なんか伊藤忠商事の人なのかな。なんかそんな気がするよね。多分幼稚園だな。元校庭を潰して今作ってるって感じ。今作ってんのか。これ明らかに渡り廊下だもん。そうだね、うん、木の枝をさ踏んだらさ、その踏んだ先になんか飛び上がってさ、テンポしていっぱいいるっていう設定までちょっと思いついた。全く無駄だったっけな。多分無理だと思うけど。あれだったりして。あれ？いや、わかんないけど、でも石柱がなんかそれっぽいんだよね。あれか。それか。下から回っていくか。ポンって。そ
これか。それ。ちょっと見直します。これ諦めちゃう。本当だ。ちょっとがっかりな。あれね、でも二重構造っていうのは何だか分かるね、この壊れ具合からすると。だからいいのかな。でも真上って防風監視症っていうものとしてはどうなんだろう。穴はどうなってんの、中は。埋まってるんだ。さあどうしようか。意外に。はい、そういうわけでね、防空監視症を後してみたわけなんですけれども、はいはい、その今ま見てもらった通りな、がっかりな感じで下調べ足りないよ。いやいやいや、